ンルー類は、個性大石炭期及びフェルム期において繁栄した、陸生脊椎動物のグループ。獅子動物上綱、単弓なの海分類群の一つ。初期有用膜類から進化した単弓類の初期グループで、ここから獣弓類が派生した。形態は、現在の哺乳類からは、 かなり異なっているが、葉の生える場所によりその形態が異なる、異姿勢が現れ始めているなど、すでに哺乳類的な特徴は見られる。ディメトロドンなどが代表的な属である。アーケオシリス創造図。万竜類は石炭気候期に現れ、ペルム紀前期に繁栄したグループである。その初期から装飾に適化したものや粘毛な、捕食動物を排出した。彼らは、 ペルム期中期には衰退し、後期諸島には絶滅してしまっていた。変わって繁栄したのが、その子孫である、獣弓類であった。彼らの衰退、絶滅の原因は明らかになっていないが、超大陸パンゲア大陸の形成に向かう、大陸移動、地殻活動による環境の変化や、獣弓類との競合などが考えられる。さらに、多くのバンルー類の衰退と絶滅は、 約2億7000万年前のペルム期前期末に起きた何らかの環境激変による中小規模の大量絶滅事変の一部であったことが指摘されている。バンュウ類はかつては初期有用膜類の内配流類のカプトリヌス、形態と呼ばれるグループから進化したとされていた。しかし、このグループがバンュウ類以上に特殊化が進んでいることがわかり、祖先からは外された。その後、 分岐学の発達の結果、バュ竜類は極めて初期に竜意味類から分岐していることが分かった。現時点において、バュ竜類の素となる生物がいかなる形態であったかは判明していない。最初のバュ竜類とされるのがアーケオシリお及びクレプサイドロップスである。これらはトカゲと大差ない外観の生物であったが、頭骨には側頭窓が存在していた。 生息していた年代は3億1130万年から3億920万年前とされる。やや遅れて現れたのが、高度に植物食に適応したエダフォサウルスである。この生物は穂を持っていることで有名であるが、史上最初の植物食有用膜類でもある。彼らは、ペルム紀前期まで生き延びた。そして、ペルム紀前期に現れたディメトロドンは、強力な捕食動物であった。 エダフォサウルス同様棒を持っていることで有名である。このディメトロドンを含むスフェナコドン化は、石炭気候期に出現し、ペルム期中期までの約4000万年もの間明脈を保った。さらにスフェナコドン化に近い系統から、獣弓類の素形が派生している。また、衰退しつつあるエダフォサウルス化に代わって繁栄したのが、同じく植物色のカセアなどのカセア化であった。 彼らは、バンリ万竜類の中でも、最後まで生き延びたグループとなった。しかし、ペルムキ中期にはそのカセアカも含めバンリ万竜類は、新鋭の獣弓類との生存競争に打ちまかされて、生き、やがてすべてのバンリ万竜類は絶滅していった。バンリ万竜類は、獣弓類だけでなく、多様性を高める、宗弓類はじめとする、竜弓類とも競合せねばならず、ペルムキの前期末、さらに中期末と、 相次いだ大量絶滅事変も相まってペルム期中期末を最後に姿を消した。ペルム期後期以降、万竜類の化石記録は完全に見られなくなる。単弓類は獣弓類に進化した系統のみが生き残ることになった。化石は北アメリカ大陸、特にテキサス近辺のものが大半であるが、ヨーロッパ、北アフリカからも出土している。また、ペルム期中期。 バンリュウ類が衰退していく中で、わずかに生き残ったものがロシアと南アフリカに生息していたことが化石から確認されている。フェルム紀はすべての大陸がつながった超大陸パンゲアが形成されており、当時これらの化石産地はすべて陸続きであった。獣弓類はバンリュウ類スフェナコドン化から進化したグループであり、バンリュウ類はガワ系統群となる。 初期の単ユミ類という程度の意味しか持たず、系統を正確に反映した分類群ではないために分岐学の立場を取る場合、使われない。ただし、進化分類学においては使用されている。ちなみに、新万竜亜目は、獣ユミ類及びその近縁の万竜類のメンバーと、哺乳類を含む単系統群とされる。ありがとうございます。